今回はバーガーキングのアグリーザワンパウンダーですね。こちらを食べていきたいと思います。いや、これは食べ応えありそうですよ。早速ちょっと断面を見たいので切っていきますね。すごい切り応えですね、これ。お、断面も最高ですね。このチーズがまたいい味出してそうですね。早速じゃあこのアグリーザワンパウンダーですね、こちらを食べていきたいと思います。うん、濃厚なチーズとこの肉の圧力ですよね。これがすごくて美味しいですね。うん、上のパンツでやっぱりチーズがもうやっぱりいい味出してますね、これ。うん、やっぱ普通のと全然違いますね、これ。チーズ好きのためにあるような感じですね。うん、やっぱ中に入ってるチーズも美味しいんですけど、この上のパンズのチーズはですね、やっぱ香ばしい感じがやっぱ出てるんで、やっぱ別物になってますね。いや、いいですね。うん、やっぱ中のチーズと上のチーズですよね。この違いがまた面白いですね。味もいいです、本当に。チーズ好きのためのハンバーガーですね。アグリーザワンパウンダーですね。うん。食べ応え抜群ですね、これ。いや、袋にチーズがたくさんついてますね。いや、最高ですね。残り半分もありますけど、やっぱりいいボリュームですよね、これ。うん、やっぱこの厚みのこない感じがいいですよね。やっぱりチーズも上と中でやっぱり違うんで、やっぱりいい気分転換になりますからね。この肉肉しさがたまんないですからね。かつこの濃厚なチーズがさらに美味しさをアップさせてるってところがいいんですよね。うん、かなりもうパンチがある商品ですよ、これ。うん、いや、本当に食べ応え抜群ですからね。本当にチーズ好きにはぜひとも食べていただきたいハンバーガーですね。うん、いや、あんなにあったんですけど、もう美味しすぎてどんどん進んじゃいますね。
いや、本当に食べ応えたっぷりですよね。うん、いや、良かったですね。これこれこそのバーガーキングでしたね、本当に。食べ応えたっぷりというところで。ということで、本日はこのアグリーザバンプアンダーをいただきました。ご視聴ありがとうございました。